米式会館は、山形県米沢市にある資料館である。米沢織製品の販売や、手織り体験を行っている。米沢織物歴史資料館も位置し、米沢織の上杉鷹山の時代から現在に、至るまでの歴史が展示されている。米式会館、別館のすぐ南には、日本で唯一の原子符及び古代織の参考資料館である、原子符。 古代織山交換もある。建物は1922年に建てられたもの。米沢織物歴史資料館の入り口には1924年に当時皇太子だった昭和天皇が来見された時に立ち寄った貴品室が保存されている。AB、米式会館、米沢織物歴史資料館、オリジン、アクセス、営業時間、料金情報。ジャランネット。 2019年3月28日へ閲覧。米式会館。山形への旅。山形県観光情報ポータルサイト。2019年3月28日へ閲覧。原子風小田よりさん交換。での折り座。米沢民芸館。山形への旅。山形県観光情報ポータルサイト。2019年10月16日へ閲覧。原子風小田よりさん交換。 農業生物資源研究所。2019年10月16日閲覧。米沢のいいところあれこれ。第2回、米式機会館。湯滝の宿西や白布の温泉。2019年3月28日閲覧。ありがとうございます。